はい、皆さんこんにちは、ワンダリングフィッシュです。今回プレイしていくのはですね、ディズニーキャッスル2マイハッピーライフをプレイしていきたいと思います。前回ですね、スティッチを追いかけてなんかこのハワイアンな音楽が流れるエリアにやってきたんで、今回はその続きからですね見ていきたいと思います。どうやらスティッチがいろんなところに落書きをしているのをリロが叱っているような場面ですね。確かにスティッチの絵は上手ねって褒めたけど、家とか壁には描いちゃダメだってば。このままじゃスティッチが街中を落書きだらけにしちゃう。そうなる前に何とかしなくちゃというリロの相談に多分乗るんですね。え、あなたがスティッチを捕まえてくれるの？あなた観光客ねと。なるほどね。スティッチは足が速いらしいので、なんとか回り込んで捕まえていくっていうような作戦を練りながらやっていきたいと思います。お、なんだ、すぐそこにいるじゃないか。なんかサクッと捕まえられそうだけどな。 A ボタンで捕まえればいいんでしょ。えいA ボタンを押したらこの人に話しかけてしまいました。A ボタンで捕まえようって、もうほぼほぼ捕まえてると思うんだけど。お、捕まえた。ん？何何？なんか意外とあっさり捕まえることができちゃいましたけど。落書きしちゃダメだよとリロに叱られています。今度は落書きを消すと。どうやって消すんだろう。早っ、もう消えてるし。スケッチブックに書こうねっていうことは、まあ、ジェラトーニと仲良くなれそうですね。ありがとう。いいえ、僕の名前はパワちゃんさ。よろしくね。よっしゃー、これでリロが知り合うことができた。そしてスティッチ、かわいいなスティッチ。なるほど、ここはハワイだったみたいですね。てっきりマジックキャッスルにいると思っていたらいつの間にかハワイに来たようです。さあ、じゃあスティッチが、このビーチを案内してくれるようなのでついていきましょうか。エピソードボードが使えるようになった。これ掲示板みたいなもんですかね、ディズニーキャッスルタウンの。エピソードボードからエピソードを選ぼうということなんで、ちょっとエピソードボードをじゃあ見に行きましょうか。ちゃんと足跡ができて消えるんですね。エピソード1、リロのスペシャルガイドツアー。リロとスティッチがハワイのビーチを案内してくれるよ。2人と一緒にハワイを観光しようということですね。必ず手に入るものにハイビスカスとヤシの実、潮彩の貝殻、シュワシュワの実が手に入るみたいですね。じゃあ観光に出発しますか。リロのスペシャルガイドツアー。スティッチを捕まえてくれたお礼に早速ビーチを案内するわ。ハワイにようこそパワちゃん。私はガイドのリロ、それからこっちはアシスタントのスティッチ。ガイドツアー出発です。とさあ、じゃあ早速そのスペシャルガイドツアーに出発しますか。リロとスティッチの後どうやらついていけばいいみたいなので、このままのんびりついていきますか。
サーフショップ。店長は誰なんでしょうね。今日は店長がいないみたいだと言ってますが。サーフショップの次はどこに行くんでしょうね。この城すごいな。どう？綺麗な砂浜でしょ？私もよく来るんだ。それに沖に泳いでいけばサーフィンだってできる。サーフィンはぜひやってみたいですね。ちょっとあそこにあるのだけ回収しよう。眩しいビーチの砂。こっちは？空色の貝殻。あんまりはぐれてしまうと問題なのですぐに戻りましょう。さあ次はどこに案内してくれるんだ。ここはトロピカルスパって言うんだって。でも今はまだオープンしてないみたいだね。マッサージしてもらえるところみたいですね。へえ、こんなところでマッサージしてもらったら気持ちいいだろうな。ちゃんとついていってるからさ。サーフショップの前に戻ってきそうな感じだよ。だいぶ遠回りしてくれてるな。この先はジャングルなの。すごいでしょ。へー、悪さをするお化けを見たって噂があるんだって、このジャングルの中で。城でもお化け出ましたけど、ジャングルでもお化けが出るんですね。あ、そしてビートルだ。なんだこの怪しげな建物は。リロの家ってでかいんだな。一回壊れちゃったんだけど、みんなで直したの。すごい。手作りとは思えないな、この豪華さ。そしてエイリアンみたいなのが出てきた。まあ、あのステッチもエイリアンですからね。きっとこの人たちもエイリアンなんだと思いますけど。私のセンサーに異常なエネルギー反応があった。見たこともない強いエネルギーだと。へえ、それ俺のことかもしれないな。エネルギー反応の発生源はお前さんかということは、お前さんも宇宙人かと。いや、宇宙人じゃないんだけどな。そうなんです、僕は魔法使いなんです。お化けを退治できるんで、きっとこのお化け退治に駆り出されますね。さあじゃあこの後きっとお化けの退治に行くんだと思うんですけど、ちょっとその前にですね、サーフショップがすごく気になってるんだけどな。そしてこいつはジャンバというですね、私はジャンバ、宇宙一の天才科学者だと。ごついな。でこのひょろっとしてるのは、ひょろっとしてるのはブリー・クリー、地球の研究家らしいです。後ろにビートルらしきものが映ってますね。専門は蚊の研究と。
これでリロのガイドが終了したみたいですね。さあ、今度はお化けのデータ集めをやっていくようなんですが、ちょっとね、キリがすごくいいので、ここで一旦終わりにして、お化けのデータ集めは次回お届けしていきたいというふうに思います。というわけで、今回はここまで。